スターの佐藤です。ご覧いただきありがとうございます。ね、もうご承知の通り、東京都の飲食店が、夜10時まで、ね、朝5時から夜10時まで、逆に朝5時っていうのはもうすごいことですけど、夜10時までになってしまいました。で、皆さんライブハウスは該当するんでしょうか。ライブハウスはですね、実は飲食店登録なんですね。ですのでめっちゃ該当します。東京都の、発表で、まあ、夜10時までっていうことになりましたね。まあ、私の知り合いのお店などは、まあ、飲み屋さんですけど、夜10時ぐらいから人が来るっていうですね、そういう、飲み屋さんをやってますけど、どうするでしょうねっていうことでね、大変なことになってしまう。もう朝5時に、開けて、やるほかないんじゃないですかね、もう。ということでですね、いろいろ厳しい状況がもうずっと続いてて、もうどうしたらいいもんでしょうかっていう状況ですけども、ね、まあ、10時まで、実際じゃあライブハウスにおいて10時までっていうのはどういうことになるでしょうか。昔当店は8時をスタートだったんです。でもその配信をするようになってから、ネットが混み合う前の7時半から夜のね7時半から配信をするようにして、でまあ普通に配信しないライブも7時半からに統一してました。でこれなんですけども、7時半から通常のように1時間やって8時半ですよね。で30分休憩して9時ですよね。で第2部が9時からやって10時に終わるっていうパターンですと、これギリギリアウトっぽいんですよね。じゃあどうしたら間に合うかということで、考えましたけど、まあ、休憩時間をですね15分ほど、短縮してしまえば、9時45分にライブが終わるということですね。でこれで、まあ、その後飲み屋さんとして前はやっていたわけですけども、まあ、そもそもお客様がそんなに、昨今残りませんので、まあ、9時45分にライブが終了したら、まあ5分ぐらい談笑していただいて、で、まあ、お会計とかねいう感じになれば大体10時には、閉店できるということでございます。まあ、ミュージシャンの、ね、皆さんが片付けしたりとかするのはこれは10時過ぎるとは思いますけども、まあ、閉店した後営業していない状態で撤収の、作業ですので、これはもう10時までしかやってないということに、はなると思います。何しろですね、開店前に搬入しているんですからね。開店前に搬入 しているのは開店時間前ですから、で搬出は、閉店時間後でいいんじゃないでしょうかね。ということで8月3日から8月31日までは、都の発表によりまして 10時夜10時までの営業ということに、させていただきます。で都知事もおっしゃってましたけども、虹色のねステッカーが守っているところには貼ってありますと。それ以外のお店は行かないようにっていうか、貼ってあるお店に行くようにっていうようなことをおっしゃってました。当店はどうなんでしょう。貼ってあるんですね。もうしっかり、そのステッカーを、取得しております。なので、行ってもいいよ的なお店の中に入ってるわけですね。なのでご安心くださいっていう状況ですね。まあ思うにですね、荻窪内を歩いておりましても、これほど対策を取っているお店はないんじゃないかっていうような状況ですね。まあ例えば、入るときに、お店に入るときによくね消毒、アルコール消毒してるくださいっていうお店はありますけども、当店はそれに加え、なんと
検温ですね、36.5 度とかですね、その都度測っておりますお客さんで、なんと連絡先まで把握しております。 100% の、人がお店にいる人が連絡がつくっていう状況を毎日やっております。これはおぎくはおろか日本中の飲食店でもこういうことをされているのはあまりないんじゃないでしょうか。それくらいなぜそんなに、しなきゃならないのかっていうと、これが、6月に発表された東京のライブハウスのガイドラインに沿っているんですね。その後7月の、後半に、新バージョンでライブハウスのガイドラインができました。大きな違いは何だったかっていうと、100人のお店が7人しか入れませんというのが最初の、ガイドラインでした。で、新しくなったガイドラインはお店のキャパの 50% まで入れていいですよというふうに言われております。しかしながら、当店の場合は、50% 入れるということはやりません。もう最大で20人ですけども、20人来る日がまずない。何しろそれ以上来てしまうような可能性のある日はそんなにないっていう、そもそも、そのこういう状況になる前からですね、いわゆるこのジャズとかやっているようなお店はそんなに人来ないじゃないですか。ですので、最初からソーシャルディスタンスだったっていう状況ですね。まあなので、ご来店の際は一応メールなりでお名前と、連絡先ね、伺っておりますので、スケジュールなどを見て、ぜひお越しいただきたいと思います。絶対20人超えるって日がないですからね。で、さらにですね、そのおすすめしたいのが配信ライブですね。これも本当に面白くなってきまして、当店は以前2つのカメラでやっておりましたが、現在は最大4台のカメラを使用することにしています。これによりまして、皆さん客席にいたら1箇所からしか見てないわけですよね。まあ移動すれば違う角度から見えますけど、通常は座られたところから見てるわけですけど、この4台ものカメラになりますと、こういう角度で見たかったなっていうような、あるいは客席からは絶対に見られない角度の画像が、配信されるということですね。ということで、ぜひですね、配信の方のスケジュールもチェックしてご覧いただきたいと思います。もうライブハウスは窮地に立たされておりますので、救済手段は配信ライブを見ていただくことが一番ですね。お店にもいいし、出演者にもいいし、そしてなんとお茶の間で、楽しめるっていうですね、三者ともにいいっていう状態を、作ってるのが配信ライブかもしれないですね。お茶の間でそんなに楽しいのかっていう話ですけど、高音質高画質、そして全席アリーナ A ブロックのみならずサイドから上からの映像も見られます。高音質っていうのは、なんていうか、ライブハウスって本当は PA 卓の前あたりの席が一番音がいいです。ですが一番前でもその一番いい場所の音以上の音を、もう毎日レコーディングしているようなものなんです。レコーディングしている放送ですね、レコーディング放送みたいなものが、配信です。で、つまり、もしかしたら家にいて画面でっかいテレビとかにつないでみて、でいいスピーカーもしくは、ヘッドホンとかで聞いていただいたら現場よりもいいかもしれないっていうことが言えるかもしれません。ということで、ぜひぜひね、お願
願いしたいと思います。ね、厳しい時代がライブハウスだけではなく続いておりますが、なんとかね、ミュージシャンも、ライブハウスも、継続できるようにしていきたいなと思います。ということで、佐藤でございました。ご覧いただきありがとうございました。